はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、大貝です。失礼。今日パイプタバコのレビューです。今日紹介するパイプタバコはこちら。キャプテンブラックのグリーンアップルですね。日本語に直すと青リンゴです。多分この前スイカをやったからやるんじゃないかなって思った人も多いのかもしれません。この間やったウォーターメロンと同時に出た新作ですね。今のところは新しいのが出てたんだけど、去年か一昨年に出たはずです、これ。で、リボンカットですね。で、匂いは、匂いはね、青リンゴなんだけど、皆さん青リンゴ食ったことあるかな？あのね、生の青リンゴじゃなくて、よく飴とかで使われるような青リンゴの匂いです。そんな匂いですね。甘い匂いがします。そこにリンゴの匂いが乗ってるような、そんな感じです。なんかいかにも人工的に、青リンゴの味ってこれだよねっていう風に作られたような感じです。はい。じゃあ味の方をレビューしていきたいと思います。今日使うパイプはこちらです。あ、余談ですが、これから先フレーバーもの多分レビュー多くなると思います。ちょっとフレーバーものやってこなかったので、ちょっとこれからやってみようかと思っているところです。まあ、良くも悪くもキャプテンブラックっぽい味ですね。どう言ったらいいかな。青リンゴフレーバーを作って乗せましたっていう、そんなに味です。思ったより甘くはないです、そこまで。そんなに甘くはない。グリーンアップルって言ってる割にはね、あんまりフレーバー強くないかな、個人的な感想としては。もっとこうフレーバーで吸わせるんだったら、もっとどぎつい着光でもいいと思う、個人的な感想としては。もっとどぎつくフレーバーガンガンつけちゃって吸わせた方がいいのかなと思う。葉っぱ自体はね、そんなにいいものではないと思う。まあキャプテンブラックだからね。そんな感想ですね。美味しいか美味しくないかって言われると微妙だね、正直。個人的にはもう一回買いたいとは思わないかな。リピートしたいとは思わないですね、あんまり。
で、これもフレーバーものなので、フレーバーものって吸っていくとだんだんフレーバーなくなっていくんで、やっぱり中間あたりまでがフレーバー残ってるって感じかな。後半になってくるとフレーバーほとんどなくなってくる感じですね。というか最初の段階であんまりフレーバー強くないかなって感じがする。人に勧めるかどうかで言うと、欲しい人を買ってみてって言うくらい。あんまりね、美味しいって感じでもない。欲しい人分かってっていうレベルです。なんていうかな。興味なければ買わない方がいいと思います。スパッと言っちゃったけど。そんな感じです。はい。まあちょっと新作だったんで、試しに吸ってみようと思って、今日はレビューしました。はい。ああ、言ってなかったな。入ってるのが 42.5g。で、使われてるのは、キャメディッシュと、ブラックキャメディッシュと、バーレーと、ブレッドバージニアですね。まあ、この前のスイカのやつと歯組は一緒ですね。多分、同じ歯組で、フレーバーだけ違うんじゃないかなっていうふうに思います。個人的にはね。はい。はい。じゃあ、今日はこのところで、レビューの話、レビューを終わりたいと思います。では、次の動画か配信でお会いしましょう。じゃあ、また。